はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストビルダーズ2続きやっていきたいと思います。もう古ぼっこね、大農園まあ、勝手に名前つけましたけど、まあすごいですね。全部溜まって、あとはこの依頼かな。ふるこさん、大農園も完成して胎児も育ちました。これでついに収穫祭を開けます。いよいよ、いよいよこの時です。早速収穫祭を開いていいですか？はい。なんかいっぱい物起こってんね。これまで長い道のりでした。ようやく収穫祭を開けますね。ふるこさん、改めて胎児をここまで育ててくれて本当にありがとうございました。これできっと少しずつ緑も蘇ります。私嬉しいです。あの、ふるこさん、いろんなことが済んだら私をあなたの島に連れて行ってくれませんか？うふふ、大農園を作ったらなんだか夢が広がっちゃいました。私もっともっと緑を作りたいんです。で、今はこの島のお祭りを楽しむところでしたね。さあ、いよいよ収穫祭の始まりですよ。人々は茶子の一声で道具を持ち寄り、収穫祭の準備を整えた。うわー、マジか、こんな格好なんのか、誰が誰だか分かんないよ。指導は分かるね。どうです、ふるこさん、収穫祭楽しまれてますか？あ、楽しい。皆さん、かぼちゃマスクをつけて、とっても面白いお祭りですよね。これには、より良い畑作りのために、お野菜の気持ちを知るという深い意味があるらしいです。そして、これからが本番です。作った作物をみんなで一気に刈り取る。これぞ収穫祭の真骨頂。ふるこさんも私たちに負けずに、作物を刈り取ってください。私はカカシがある畑の作物を収穫しますから、それ以外はふるこさんにお願いします。カカシがある、いやー、さあやりますよ。皆さん一斉に収穫開始です。収穫開始だ、おら、カレカレ、おら、カレカレ、収穫祭。そしてなぜドラゴンクエスト6の音楽お、みんな刈り取ったね。誰かいるんだけど。お、君か、私だよ。公開だったゴーストだ。陽気な歌と楽しげな笑い声に釣られてきてみたが、収穫祭を開いているんだろ。素晴らしい。どうか私も参加させてほしい。いや、いっそ私もここに住ませてくれ。もう終わっちゃったね、あの刈り取りね。他の住人には見えるだろうが、私は君のすぐそばにいる。そしてこの農園をそっと見守るだろう。よろしく頼むぞ、フルコ。共に収穫祭を楽しもう。収穫、ごめん、全部取っちゃった。あ、でもトマト落っこってるよ、あそこに、右下に。あ、下にもあんね。よし、あとはこの人か。お、耳にフルコ、大きな畑ができて僕も嬉しい。これも全部君の力だね。それに君のおかげで緑の草原や木を作ることもできた。君は僕の夢も叶えてくれたんだ。本当は昔モンゾーラに咲き乱れていたっていうお花を咲かせられたらもっと完璧なんだけど、それはまた今度でいいよね。今はみんなで胎児の完成をお祝いしよう。違う、マギールさんどこ行ったんだ、そういえば。あ、いたいたいた。ん、何も起こらなかった。クッククフルコ、たくさんの苦労もあったが、ついに収穫祭を開くことができたな。そのマスク似合っておるぞ。わしもかぶりたいところだが、わしは子がゆえ無理であろうな。フルコ、指導が言っておったな。このわしにビルダーになれと。あれからお前やチャコのものづくりを見てわしは考えた。夢とは素晴らしいものだ。そして夢のために何かを作ろうとする姿はこの絵なく尊いものだ。フルコよ、わしもお前たちと同じビルダーになろう。なんならお前の島で共にものを作るぞ。そのためにも教団と話をつけねばならぬ。もう少しだけ助力を頼むぞ。よし、フルコさん、ついに作物の収穫は終わりましたね。これぞまさにあるべき収穫祭の姿です。フルコさん、そろそろ収穫祭も終わりですが、思い残すことはないですか？まあ、はい、わかりました。では収穫祭の締めとしてドルトンさんに得意の美声を披露してもらいましょう。ドルトンさん、ドルトンさん、ドルトンさん。人々は自分たちが育て上げた胎児のもと、歌い笑い収穫とものづくりに深く感謝した。
その後ドルトンの思わぬ美声に皆が酔い、いつしか陽気な歌声が島中に響き渡った。しかし仲間たちと歌い笑うマギールの顔には喜びとともに小さな不安があった。そして夜が、あ、何？マギール！なんだ？うわ、来た！貴様、どういうつもりだ？非番号来た。うわぁ、あれは。なんだその木は？なんだその畑は？すべて貴様らが作ったのだな？ヒババンゴ様、どうかどうかお話をお聞きください。ギャハハ、断る。マギール、教団のありがたい教えを言ってみろ。破壊こそが救いなり、この世のすべてを破壊せよ。ギャハハ、そうだ。教えに従いすべてを破壊しろ。嫌です。グヒャハハハ、そうかマギール、では死ね。嘘。グワー、マギールさん、嘘でしょ。グギャハハハ、このようなものももういらん。うわ、うお、体重が、マジか。ああ、ハーゴン様、やはり破壊は最高です。グギャッハッハッハ、言っただろう。ビルダーは絶望を生む悪だと。さあ、お前たち、この人間どもを破壊神様の生贄にするのだ。マジで。けっ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 け、覚悟しろ、人間ども。敵が攻めてくるぞ。嘘でしょ。フルコ、強大な奴らがここを囲んでやがる。今すぐぶっ倒すぞ。どうだ？戦いの準備はいいな。よし、やってやろうじゃねえか。フルコ、俺はこんな気持ちになったのは初めてだ。マギールを、退治を壊すなんて俺は奴らを絶対に許さない。覚悟しやがれ。俺が今すぐ全員消してやる。さーて。マギールさん、マジか。僕は眠ってしまった。もう50匹倒すのこれ。レベル7だけどね。うん、8になった。おお、でっかい出てきたね。あとは？まあ野菜いっぱいあるからとりあえずゴリ押しでいいと思うけど。柵立ててるよりね、やっぱり攻撃してた方が外の効率はいいからね。あと10体。バンゴなんか被ってたな、兜みたいな。決してこのマンドルディじゃないけどね。回転する。
と一体。頑張れ頑張れ。ヒルボッコ隊。よし。もうレベル8になった。お、なんだ。稽古着。お、素早く移動できる。いいね。農民の服よりはいいね。バトルコンプリート。はははやったな、フルコ。所詮は雑魚どもだ。俺の敵じゃない。だがどういうことだ。教団の魔物どもを倒したってのに、全然気分が晴れないぞ。そうだ、フルコ。マギルのやつはどうなった。マギルさんどうなった。くくくく、どうやらわしはここまでのようだ。マジか。マギルさん、マギルさん、嫌です。いやー、チャコよ、心配するな。まだ終わったわけではない。皆で育てた胎児は破壊されたが、まだ希望は残されておる。シロよ、お前は言っておったな。胎児はどうやって生まれたのかと。胎児は生まれたのではない。かつて島に来たビルダーが作ったのだ。何？フルコ、ビルダーよ。お前にこれを授けよう。何それ？スペシャル道具、風のマント。空中飛行でまだ見ぬ絶景がそこに。その風のマントがあれば空を自由に飛べる。胎児を一から作る手がかりを探すのだ。胎児を一から作る？そんなことできるわけないです。マギルさんがいないと。だから死んじゃダメです。死なないで、マジで。わしは全てを教えた。あとはお前がフルコを助けよ。わしの弟子たるお前ならできる。でも私、チャコよ、胎児を復活させ大農園を作ることがお前の夢ではなかったのか。夢を諦めてはいかん。夢を諦める言い訳を探してはいかん。フルコ、チャコのことを、皆のことを頼む。たった一晩ではあったが、ビルダーになれてわしは嬉しかったぞ。マージーで、マギールさん、我が輩はどこかでマギル殿に憧れておった。あのように皆に頼られる存在でありたいと。やっぱり物なんて作らなきゃよかったんすかね。胎児さえ作り始めなきゃこんなことには。行こうぜフルコ。俺たちでヒババンゴの野郎をぶっ倒しに行くんだ。マギルの敵を討つぞ。待ってください。マギルさんは胎児を一から作れって言ったんです。だが私、お二人に言ってほしいところがあります。どこ？ちょ、待って、言ってほしいとこ。マジかよ。あれはショックだ、マギールさん。ちょっとね、好きになりかけてたんだよね。っていうか、結構好きだよね。もうね。じゃあ、ちょっと、稽古着。チャコ、言ってほしいところがあると言ったな。私、マギールさんに聞いたんです。枯れてしまったかつての胎児が今もこの島のどっかに残されているって。そこに行けば新しい胎児を一から作れる手がかりがつかめるかもしれません。わかった。行ってきてやる。このままじゃ終わらせないぜ。やりましょう、フルコさん。陰性のビルダーも胎児を作ったんです。ビルダーのあなたならできます。お、胎児の復活。新しい恵みの胎児を私たちの手で作るんです。そして島に緑を取り戻しましょう。ショックだな。だが問題は、かつての胎児とやらがある場所にどうやって行くかだな。ひょっとしたらマギールさんがフルコさんに託した風のマントが鍵なのかもしれません。で、どこで風のマントを使えばいいんだ。ミミミン、フルコ、シドウ、チャコ。僕、かつての胎児がある場所に心当たりがあるよ。どこ？手に入れた。高いとこから飛び降りながら A を押す。おー。まあ、その前に、僕、教団から逃れるために島を巡っていたから知ってるんだ。かつての胎児がある場所も。かつての胎児は陸地から離れた小島にあるんだ。だから普通の魔物や人間には行けない。そっか、風のマントを使えば陸地から離れた場所にも行けますね。フルコは湿地帯にある多くのトマト農園には行ったよね。トマト農園にワープして湿地帯を東に抜けていくと小さな岬があるんだ。その岬から風のマントで飛べばかつての胎児がある小島に行けるはず。では、フルコさん、シドウさん。その小島で新しい胎児を一から作る手がかりを探してきてください。
さて、マジかい。ハテナって何？おお、人間、なんだかすげえ空だが大丈夫か？こんなとんでもねえ鎖風は、ここ最近全然起きなかった。一体何が？ところでお前たち、まさかかつての大樹に行きたいだなんて言うんじゃねえだろうな。まずここから東に行くと海に行き当たる。もう分かったな、ね、無言でね。そこを左に曲がってまっすぐ行くと階段みたいになった岩山があるんだ。東へ行って海に突き当たる。そこを左に曲がってまっすぐ行く。岩山を登り切ると目印の看板がある。そこから思い切って飛べばかつての大樹がある小島に行けるぜ。岩山の下には事情に詳しそうな大ネズミがいたはずだ。なんならそいつにも話を聞いてみな。東だからこっちか。まっすぐ行って海に行って突き当たりを。左に行ったところに海があるね。まだ行ってない場所はこっち。あ、いた、大ネズミ。うわー、なんか余計な奥とかいるし、あれ倒したらなんか持ってそうだけどね。僕の後ろの階段を登っていくとかつての大樹を望む岬に出られるよう。でも君たちはかつての大樹がある小島には行けないよう。あそこは空でも飛べなきゃいけないよう。もしも風のマントを持ってたら高い場所からジャンプして A を押せば滑空できるはずだよ。そうしなくちゃダメなんだろうね。もう倒したところで何かあんのかな。あれ、あ、毒針。ここ登るんだね。そこまで行っちゃおうか。うわー、マギールさんちょっとショックだな。最初ボスなんかなぐらいのね、感情だったけど、あんだけね、いろいろ話したり世話すると、やっぱり情湧きますもんね。情湧かなかったら人間じゃないですから。これはね、ちょっとね、サムネにも、タイトルにも書きますけど、ネタバレ注意って書いておきますね。まあ、多分、発売したばっかりなんで、まだ行ってない人も全然いると思うんですよね、これからやる人も。なんで、ね、そういう人のためにね、やっぱり、あ、見てしまったら多分嫌だと思いますので、まあ、配信なんて途中で自分やめるわけにもいかないですね。これだ。恵みの大樹はモンゾーラの希望。最後の希望は、岬より先の地に。行ってみっか。何時もし風のマントを持つのなら、この地から飛び、空中で A ボタンを押すべし。どうやらミミズンが言ってやがった岬っていうのはここのことらしいな。勇気いるよね。どうする、フルコ。風のマントを使ってここから飛んでみるか。それは飛ぶでしょ。ジャンプして A ボタンね。行け！行った。まあ、来たけど。カカ、貴様らは人間、なぜここにいる？この小島の朽ち果てた木は、朽ちた木は、ヒバマンゴ様の手によって破壊の象徴となったかつての大樹。恵みの大樹は今や、破壊の木、島の土を腐らせるババンゴの実を、その方針によって生み出しているんだ。ここから出てんだ。それが鎖風の正体ってことか。カッカッカ、人間よ、ここは立ち入りが禁じられた、モンゾーラにおけるハーゴン教団の聖地。島の秘密を見た以上、貴様らには死んでもらわねばならん。倒したか、これだけ。こっち回復手段キャベツしかないからね。教団の旗。これ一回切りどころあるかな。お前が壊してた、なんで壊れてんだと思った。よし、教団の魔物どもぶっ倒したな。かつての大樹は破壊の木に変えてやがったとは、やつらどこまでも行かすかないぜ。ん？あの小汚い光は何だ。ここいったら何かありそうだね。ちょっと分かんないけどね。
絶対ありますよね。上にもなんかあるな。そう、次回行こう、そこは。こんなんとか多分空っぽの島とか持っていってなんか設置できんじゃないの。薬の葉の種。薬の葉の種。うわ、なんか上になんかありそうだね。間違えて怒ったら滑空したら助かるよね、絶対ね。こういうとこはね、命の木の実とかね、あったりするんじゃない。ないかな。ないか。一番上まで来たけど、なんかあるってわけでもないんだね。やっぱ滑空できるよね。あら、指導が起こった。よし、とりあえずね、今回こだわりたいと思います。多分この奥になんかあると思いますので、次回やってみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。